き旺盛なる諸君の姿を前に、最高叱るとして大いに心強く改めて身の引き締まる思いであります。熊本地震、相次ぐ大雨、震災害の現場には必ず諸君たちの姿がありました。それはまさに希望の光であったと思います。今国民から揺るぎない信頼を勝ち得た諸君たちを私は本当に誇りに思います。今も日本から1万1000キロ灼熱のアフリカで南スーダンの自立を助けるため汗を流す隊員たちがいます。首都ジバではカンボジアの部隊共に活動しています。その若い女性隊員がある時、自衛隊員にこう話しかけてきたそうであります。約20年前、日本は私の国を支えてくれた。日本が私たちにしてくれたことを今こうして南スーダンの人たちに返せることを誇りに思う。20年余り前、日本の自衛隊がカンボジアの大地に植えた平和の苗は今大きな実を結び、遠く離れたアフリカの大地で次なる平和の苗を育もうとしています。南スーダンは生まれたばかりの世界で一番若い国であります。溢れるような笑顔で隊員たちに手を振りながら自衛隊の活動を見つめる子どもたちの眼差し、彼らは将来きっと南スーダンの平和な未来を切り裂く原動力となるに違いありません。世界に平和の苗を植える、その大きな志を持つ、この危険の伴う自衛隊にしかできない責務を立派に果たしてくれている諸君に、だから敬意を表します。イージス艦卒士、一人の海上自衛官が5日前、31年に及ぶ自衛隊人生に幕を下ろしました。父はほとんど家にいなかった。高校2年生となった息子さんが、そうした父親に反発した時期もあったそうです。今月、同じ船の仲間が開いた送別会に、息子さんも招待した。お父さんが、ミサイル防衛の最前線で、いかに重要な役割を果たしてきたか、どれだけ多くの後輩たちから尊敬を集めていたか、変わる変わる話を聞いたそうであります。送別会の最後、太鼓に行ったその息子さんはこう述べたそうで、父の背中が今日ほど大きく偉大に見えたことはありません。僕もお父さんのように立派な自衛官になります。本日この場所には隊員たちとご家族の皆様もたくさんいらっしゃっています。皆様、どうか誇り高く彼らの姿をよくご覧ください。彼らの存在があったればこそ日本は平和と繁栄を享受することができる。国民の命と平和な暮らしは間違いなく彼らの献身的な努力によって守られています。彼らは日本国民の誇りであります。ご家族の皆様、
大切な伴侶やお子様、ご家族を隊員として送り出してくださっていることに、最高指揮官としてこれから感謝申し上げます。隊員諸君、私と日本国民は常に諸君をはじめ全国25万人の自衛隊と共にある、その誇りと自信を胸に、それぞれの持ち場において自衛隊の果たすべき役割を全うしていく。